上新電気鉄道的1系電気機関車は1924年に上新電気鉄道が導入した電気機関車である。1924年上新線が改めき、電化した際に3両をドイツのシーメンスシュケルト社から購入した。小型の突型機で機械部分の製造車は MAN 社。価格は当時の金額で36,990円。 1986年には、エバーグリーン賞を受賞。鉄道ファンの間では、上州のシーラカンスの異名を取る。全長 9.180mm の凸型車体を持つ。多くの凸型機とは異なり、車体下部に露出したガーハリは、つま面も側面も同一の太さであり、横幅を狭められたデザインが多い機械室部分も、運転室部分と同様の幅であるため側面は、 基本的に平坦なデザインとなっている。屋根は単一の曲線を描いており、これも他社の突型機と異なる。これらの特徴は、当時のシーメンス社製の電気機関車に共通のものとされ、本機と同じく1924年製でより小型の B 型機である、微細鉄道が導入した L1 系電気機関車にも通じる。また、 左右片方の側面には6枚の機器点圏外を備えるが、出来1と出来2、出来3ではついている面が逆になっている。イベント時に公開された出来3の運転台。伝送品にはいずれも同時に導入した旅客用電車のデハ1型と同一のものを用いている。主電動機には、シーメンス製 DJ11 バイト電動機を4機搭載する。主制御機は総括制御が可能で、 間接式のシーメンス製 CIB1064A である。ブレーキ装置は空気ブレーキと手ブレーキを備え、ドイツのクノールブレムゼ車製である。台車は電車とは異なり、シーメンス製の板大枠のものを採用し、車輪計は電車用のものよりも大きい 900mm とされた。 終電装置もやはりシーメンス製で1枚のカーボンスライダーを用いた大型のパンタグラフを採用した。当初より貨物列車の牽引に使用されたほか、1950年からは日本国有鉄道高崎線から旧型客車を用いた臨時列車の直通運転が開始され、1961年に国鉄80軽電車によって置き換えられるまでこの 列車の上新線内の牽引にも使用された。貨物輸送前世紀には石炭や新炭、木材、油、こんにゃく等々の輸送に用いられた。これらの列車は昼時に運行することが多く、沿線住民からはお飯列車と呼ばれて親しまれていたが、1994年10月1日の貨物輸送廃止に伴い、翌1995年3月に出来上が廃車された。 デキ 1>, 1とデキ3は、貨物輸送廃止後、2017年現在も車席を有するが、定期運用はなく、工事列車や臨時列車などに使用されることがある。砂箱の撤去と全消灯位置の変更、パンタグラフの交換、および ATS 関連装備の搭載がなされているが、外観に関しては、対象年間の輸入当時と比べても、大きな改変は、ほとんどない。 2007年3月12日、下似た赤津信号所間で線路沈下が原因とみられる脱線事故が発生し、その際に受けた損傷が原因で、長らく補修待ちとなっていたが、2011年度の群馬デスティネーションキャンペーンに向けた修復が2010年末から行われ、2011年4月に完了した。2017年7月26日、出来一が、 高崎駅構内において出火事故を起こす。老朽化のために雨水、湿気等によって漏電したことが事故の原因であるとされ、再発防止も含めた修繕には多額の費用がかかる見通しとされる。対象から昭和初期にかけての日本の各鉄道会社では、英米製の電気機関車や設備が主流だったが、上新電鉄ではドイツ製が多かった。 第一次大戦の戦時賠償として、ドイツから日本へ優秀な鉄道機材、設備が譲渡されることになったが、群馬県出身の政治家、桜井平の運動により、上信電鉄はそれらの多くを譲り受けることができたからである。譲渡が円滑に進んだ裏には、当時退読中であった、井上工業の井上夫妻一郎による仲介と、シーメンス社による 日本市場開拓という目論みもあった。こうした流れの中、福島変電所の回転変流機など主要電気機器はドイツに発注され、本形式もまた同様に輸入されることとなった。端子電圧 750V、定格電流 76A、1時間定格出力 50kW。ありがとうございます。